天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。天才ピアニストの竹内です。すぐにうんとね。下げるのが早い。あのね、ちょっともうね、来るとこまで来ました。はい、昨日ついにね、うん、あの包丁を持ってね、追いかけられる夢見ましてね。あなた来るとこまで来てんじゃない？そう。おばはんに。それは知ってるおばはん？知らんおばはん。ピンクの、サーモンピンクの服を着た、一つぶくりの知らんおばはんにね。めっちゃ怖いやん。めっちゃ怖いやろ？でもね、うん、それは、はい。いい兆候です。あ、そうですか、はい、これいい夢なんですか？これいい夢なんです。はい。っていうのは？包丁で、包丁を持って追いかけられる。はい。ということは、はい。今、はい。自分がこのうちへうちへ溜め込んでいるものをぐーっと考えすぎて、はい、でも考えてるけど何かいいのは特に出てこない。考えて考えてやけどこう溜めてる状態ね。溜めてる状態、ぐーっとちょっと苦しい状態。はい。それをそのピンク、サーモンピンクのおばちゃんが、はい、包丁で切り開いてくれるという暗示です。あ、そうなんですか。はい。これはもう完全にマスミの解釈ってことでいいですか？日本占い協会。日本占い協会ですか。じゃあ信じます。はい。びっくりしました。ますみさんの口から出まかせじゃないですもんね。日本占い協会の見解ですもんね。私の口から出まかせ。はい。なんかみたいに言ってるけど、何かを。出まかせ。出まかせじゃないんですよ。まあそれやったらいいんですけどね、うん、もうなんか久しぶりにその夢に刃物が出てきたもんで。あ、それ怖いね。結構しかもね、しぶとかったのよ。そのおばちゃんやからさ、はい、走ったら絶対勝てるって思うんですけど、うんうん、なんかその直線ね、直線距離ずっと私がこうやって、はいはいはい、で逃げて、うん、でおばちゃんが言って、でね、おばちゃんが来るからね、その、うん、こうおばちゃんがこう接近してきた時に、うん、あっち側にこう自転車をガンってやったりとかして、いろいろ対抗するんですけど、なかなかね、それきっかけはなんで追いかけられるか、いやそれも覚えてないんです。でもあのあれだと思うんです、恨みを買ってとかじゃなく、なんかその、うん、不審者的に、通り魔的に。通り魔的にターゲットに狙われたんや。そうそうそう。なんか、あいつ行けそうやなっていう。当然、当確。そう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 。で、竹内ということで。追いかけられてね。うわー、それあれちゃいますか？何ですか？あの、まあ、そういう何かの暗示っていうのもあるし。はい。なんかね、こう、睡眠中に、お腹が痛いとか、はい、おしっこ行きたいとか、はい、そういった、ほんまに、あの、生命的に、生理的欲求、生理的に、はい、身体的に何かこう、刺激があるときに、そういう怖い夢見たりとか、焦る夢見たりするっていう、その、目覚めるまでいかへんけど、脳はもう抑えてるわな、そんな。なるほど、なるほど、なるほど。休まってない状態。はいはいはい。っていうことなかった？朝起きて、もう、おしっこ、セーフみたいな。あ、でもおしっこはね、毎回ギリギリなんでね。あー、今日とかじゃなく。でもその、おしっこ行きたいっていう膀胱の緊満感が、その、はい、追いかけられてるっていう。緊満感。切迫感。うん。切迫感がね。と、そのリンクしてるっていう可能性もあるのよ。なるほど、なるほど、うん。まあ、それも関係してたかもしれないですね。そうやね。嫌でしたね、朝起きて。いやしかも結構でっかい包丁やってんな、なんかその、うん。なんかでっかって。中華包丁みたいな。いや、みたいな、そう、そっち系のなんか、でかっていう、まず。おばはんが持って走るにはでかい。調理用っていうかもうお肉をガーってああみたいなことかもしれませんね。そうかもしれませんね。私夢の話したっけラジオで。え、なん、どの、あの韓国行ってのやつ。韓国行ってはどこでしたんやったっけ。普通に二人でしてただけか。ラジオで言ったかな。全く思い出せへん。いやラジオで言ったかもしれん。言ってるか、麦っぽくとかで言ってるかもしれん。ちゃう。いや、麦、いや、それ多分昨日とか一昨日ぐらいの話やから、麦僕では売ってないんじゃないかな。これで売ってるか、普通に。こんなんもわからんようではもう。二人で喋ってて言ったんか、タクシーの中で言ったんかな。あ、そうやわ。じゃあ、言ってない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 わ。タクシーの中やった。二日ぐらい前やな。はい、昨日か、はい。昨日か。昨日、昨日やな。昨日、昨日、昨日。私も嫌な夢見てね。はい、韓国にお笑いの営業みたいな感じ。今ね、結構あるんですよ。中国とか韓国行って。はい。日本の笑いを吉本がチャレンジしてるんです。そうそうそう、海外に。でそういうので自分たちも行けたんです、はい、ネタをしに行ってください、はいはいはい、でこう夢やからおかしな話でね、うん、歌ネタをしてくれと。はい、大体無茶なオーダーな。そう、歌ネタをしてくれって言ってね、しかも韓国語で、はい、いい役やん。そう、でもなそのもう全然分からへんやん。そう、歌ネタはもう、うん、でも自分らが作ったネタで、うん、一応覚えてはきてるけど
韓国語やからめちゃくちゃや。え、これ何そのあるある言うみたいな感じ。いや、そこまでの内容分からない。覚えてない。とにかく歌みたいな感じで。はいはい、歌なかな。一応モニターに出んねんけど、私も目も見えへんし、はい、はいはいはい、で私ら以外の何組かそれ誰かっていうのは覚えてないねんけど、はい、はもう結構成功してね、ちゃんと受けてて、はい、で盛り上がっておーって言っておーってなって、で私らはなんか交通の都合か仕事の都合で、はい、リハーサルができへんかって、もういきなり本番ですついて、はい、すぐ本番ですってなったけど、もう韓国語もちゃんと覚えれてないし、はい、もうぐちゃぐちゃなって、はい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 、で歌ネタやから音流してもらって、もうカンパケみたいな状態で一回流したら最後まで止まらんみたいな。なるほど、だからミスったからといってそこでちょっと待ってとかできひんってことや。でも私もぐちゃぐちゃ、竹内もわからんってなって、うん、もう語尾だけ合わせるみたいな、うん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 、もう全然受けへんかって、うん、でなぜか分からんけど MC が南海キャンディーズの山里さんやって、はい、もう私らを見る目がもう、え何やってんのみたいな。なるほど、夢ですよ、ちゃんとやってないやんって、うん、練習もしてなければ受けてないし、はい、もうめちゃくちゃやんけみたいな、はい、あーあーあああみたいな、むっちゃテンション下がって、でネタ終わりにもう小手先のお笑いで、はい、彼女日本ではトッポギって呼ばれてるんですよみたいな嘘ついて、なんじゃらトッポギみたいなんで、うん、小笑いだけってなって、うわーってなって起きたわ。うわしんど、めっちゃしんどかった。あのうまくいかへんライブの夢、うん、あと何回見んやろな。もう今まででさ、はい、散々見てない。見てる、ずーっと見てんねん。もうなんか急に学校の体育館みたいなとこで単独ライブやらされたりとか、うん、それは結構嫌なんや。いやいや、それでネタも入ってないし、うん、ネタも思い出せへんし、で出て、はい出てって言われて出てやったら、なんかもちろん詰まるやん、うん、でもう朝もわからんわからんってなったら、なんか両サイドからダンス隊みたいなの出てきて、うん、ダンスでごまかしてくれて、うわ何これ何これ、もっとちゃんと練習しとかなあかんかったとか言う、きつ、そういうね、地獄のような夢をね、なんだか見てるんだ。いやせやな、ネタ入ってないのに行ってくれみたいな、めっちゃ見るな。あるな。あの時ほんまに、ほんまになんかさ、でもあったやつとは思ってんねん。その既存のネタは出てけんよな。あんまり。その覚えてるはずのネタが出てけへんっていう設定だけど、うん、そんな設定のネタないねん、そもそも。やのに、はいはい、出て出て出て。あーって飛び出していって。なんとかやろうとするけど。別にほんまにさ、何にも出てけへんやったら、ありネタやったらいいだけの話やもんね。そう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 。それもせえへんよな。それもせえへんね。まあ、それがまあ夢やから、はい。多分現実やったら多分、どっちもゼロなんてことありえへんけど、はい。やったら多分、覚え切ってるネタやるやん、絶対。そうやな、そうやな。どっちかがパッて言って。うんうんうん。でももう夢の中やから、二人ともパニックなって。あれ、あの時はもう。何やった？ねえ。ねえ、ほんまに。でも、うん、私が全然覚えてなくて、竹内だけ覚えてるみたいな時もあった。そのパターンもあんねや。で、私が誘導してる。誘導するけども、全然あかん。ね、あの時にな、言うときは、うん。うん。ねえ、うん、あの、その、やったね。困ることありますよね、あの時は ね、 ね。うん。今困ってるんですよ。終わり。これはね、やっぱ、だからやっぱ、すごい、プレッシャーなのが意外とこの、うん、自分らでは、あの、あ、そんなに表面的に、うん、緊張してる感じに見えてないも。ってなってもね。うん。緊張してるんですよ。なんかさ、よくさ、その普通になんか芸人っていう仕事、うん、あの状況ってほんまに生き物としては異常なんですよみたいな話よう言われへん、うん、はいはいはい、言うな。な、精神科の先生でしたっけ、え、何だっけ、がなんか多分精神科のドクターかなんかが言うてるっていう感じで聞くんですけど、よく、はいはいはい、その1に対して、まあ、2とかに対してこう、うん、あんなにたくさんの人の目が、うん、向いてるっていうのは普通に生き物としてピンチやから、うん、なるほどね、うん、一斉に見られてるっていうのは、はい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 、その人、生き物、まあ、天敵やとしてもピンチやし、うん、仲間やとしてもその社会的な生き物、うん、であんな一斉にこうこっちをグッて見られてるっていうのはもうとんでもないストレスやから、うん、あれをやってるっていうのはもうやっぱり一向おかしい。あー、そうなんや、うん、そ、異常というか、それでさ、やっぱ最初はちゃんと正常に緊張してたやん、うん、してた、知らない人に見られてるとかっていう、うん、
やけどそう、だんだんなんか鈍ってくれ、ちょっと。まあ、そこの緊張は正直ほとんどないな。そうそうそう。初めての方の前やから、うーとかはないな。とかじゃないし、まあ、やること決まってるっていうのももちろんあるんですけど、うん、飛び出してはいけるやんね。はいはいはい。あれはなんかやっぱもうほんまとんでもない。だから、その普通に、例えば芸人さんやってても、うん、あの、心の病気になる人も多いじゃないですか。うんうんうん、途中から出てくる、そういう症状が。はいはい、そんなんはまあどっちかって当たり前というか、本来持ってたものが発症した、うん、何かをきっかけで発症した、うん、やし、そのそうなってもおかしないのをやってるっていうか、うん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 、っていうぐらいストレスかかってますみたいな。それはまあそうなんやとは思うんだけど、まあそうやな、うん、まあ、練習でだんだん免疫できてくるやん、うんうん、そうですね。だから私らもそうやってまあネタをやってることで緊張したりせんかったりいろいろあるけど、うん、大きい大企業とかのところでプレゼンせなあかんとこあるやん、うん、あれはほんまにすごいなと思う。結局慣れてへんから、それは、うん、私らももうどうしていいかわからんし、あれはほぼほぼセリフ覚えてる感じでやってんやろかな、うん、そんなことないんか。そうやと思う。だそもそもあと上手い人は、うん、多分全部頭に入っててどんな言い回しでもできるというか、その健康丸覚えじゃなくてある程度言わなあかんこと、はい、で、まああるじゃないですか、パワーポン、うん、これをきっかけとして、これはね、で、この時こうでねって。ほんで、こう自分の思いも言わなあかんやん。言わなあかん。その覚え切ってるだけプラスアルファで、うんうんうん、でこれをみんなでやってほしいみたいな。はい。あれはやっぱすごいな。絶対無理やな。そうですね。大人数前のプレゼン。ジョブズなんか余裕やから。あんな、なんかちょっと歩きながら。ジョークをかましたりしながら。いや、本ついてんじゃん。誰が言うてんの、ほな天才がおるやんけ、本部で。でそう、ジョブズ。ジョブズ、はい、ここでジョーク。ジョブズゴーストが。ゴーストギルル。ジョブズゴーストライターがおるんかな。いや、あれはすごいですよ。歩を進めてください。はい、今2歩歩いて、ストップ。ストップ。はい、ここでみんなの方見て。ハイネックを見せる。ハイネックずっと見えとんねん。豚、小豚ちゃんがおって。でもあれ、テッドって知ってます、うん、テッド、うん、あれ熊のやつじゃない、うん、ごめん熊のやつじゃなくて、あれテッドやったよな。なんか一人でプレゼンする、なんかそのライブみたいな、うん、観客入れて一人でプレゼンする、うん、自分のなんか一つテーマについて話すっていう、うん、なんかプレゼンのイベントなんかライブなんか分からない、うん、それがまた YouTube とかに、はいはいはい、そのチャンネルがあって上がってるんですけど、うん、それまた見てほしい。めっちゃ面白い。テッド。うん。もうその、いろんな人が出てくるんで、僕は、宇宙の、日本人は宇宙の開発、ロケットの開発かな。うん。をやった、町工場のおじさんみたいな。ほんまに下町ロケットみたいな感じのおじさんが出て、夢についてとか、うん。僕ちっちゃい頃ね、そんなロケット作るんだって言ったら、そんな無理だって言われました、うん、みたいな。だけど、自分はこう思って、みたいなプレゼンを、いろんな人がいろんなジャンルしてるの。ね、なるほどね。その会社のプレゼントとかじゃなくて、じゃなくて、うん、そう、自分が伝えたいことをプレゼンするっていう、はい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 、これねめっちゃ面白い。一回見てください。超おすすめ。テッド、テッド、 TED、 ご覧を。おやすみ。チャンネル登録ってした方がいいもんね。うん、私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？